今回紹介しますのは海上自衛隊第73期航空学生によるファンシードリルです。航空学生とは海上自衛隊が保有する航空機のパイロットや戦術航空士を目指す学生のことを言います。山口県下関市に所在する小月航空基地において約2年半の教育を受け、約4年後に搭乗員の証であるウィングマークを取得し、全国各地の部隊に赴任します。そして実戦部隊での経験を積んだ後、6年後には幹部自衛官として日本のみならず世界各地の空で活躍することになります。ファンシードリルは第18期航空学生から基本教練の一環として訓練が始められ、23期航空学生以降部外での展示が行われ現在に至っています。このファンシードリル隊をシーイーグレットと命名しており、海の若わし、つまり海上自衛隊航空学生のことを意味しています。このシーイーグレットは指揮官号令のもと 4.3kg の M1 ガーランドを自在に操りながら体型を複雑に変換していくもので、規律を守る心、協調性、団結心などを育むために今日まで約50年間航空学生の伝統として受け継がれてきました。我々第73期航空学生もシーイーグレット、海の若しの名に恥じないように昨年の6月から訓練を重ねてきました。はじめに RHCP 4名単位での連続した銃操作を行います。銃の操作音と音楽の一体感をお楽しみください。次に操作付きのプロペラに見立て小さな十字を2つ形成します。続いて2つの小さな十字から大きな十字に体型を変え、航空機のプロペラのごとく大回転させます。十字を形成する際の列の交差にご注目ください。また大回転の途中で列を整頓しながら行う息の合った重操作にもご注目ください。次はサイレントです。音楽を控えめにすることで銃を操作する音がより一層際立ちます。一糸乱れぬ演技にご注目ください。
次はサークルガンチェンジを行います。円を描きながら銃の交換をする動作です。銃をまっすぐに立てておくという一見簡単そうに見えますが、やってみると難しい周りの同期への思いやりが求められる演技です。次は投げ筒を行います。重さ 4.3kg の銃をひし形の各辺ごとに片手で軽々と投げ上げる大技です。次は音楽隊のソロパートです。バスドラム、スネア、シンバル、タムのそれぞれのパートが協力して作り上げたダイナミックなテンポと躍動感あふれるリズムをお楽しみください。次は波を表現した流れるような重操作をご覧ください。次は海上自衛隊のシンボル、いかりを作ります。いかりが完成しました。続いてソロパートです。今回のソロパートを務めますのは第73期航空学生学生長宮崎颯です。続いて披露します技はリズム2です。スピード、テクニックが求められる高難易度の技です。最後にお見せします演技はバーチカルガンチェンジです。2列で銃を投げ渡して交換する間を指揮官が通過してまいります。同期の信頼によりなせるスリリングな演技をお楽しみください。
かがでしたでしょうか。この動画を見てファンシードリルに興味を持った方、航空学生に興味を持った方、概要欄に各種リンクがございますので、ぜひご覧ください。Thank you.